かなかお、三笘薫は今本当にすごい。でもそんなに差はないのかな。僕はすごく環境に左右される人間なんです。低い環境だからといって常に一番でいられるわけじゃなくて下がってしまう。逆に高いところにいるとその環境にすぐ慣れて上がることができるんです。だからどんどん高い環境を目指していきたいんです。僕の目標は欧州5大リーグのクラブに所属して CL チャンピオンズリーグに出ること。森田くんはスポルティングで出ましたけど、僕は5大リーグから出たい。それをやった日本人ボランチはまだ誰もいないんです。幼馴染の三笘薫選手は今本当にすごいです。でもそんなに差はないのかなとも思います。環境に慣れて信頼感を得られれば自分ももっとやれる可能性はあります。活躍するには技術、フィジカルではなくメンタルで力を発揮できるかどうか、そしてトップレベルのリーグ、クラブでプレーすることが大事です。滝を見習え。そら、所属チームの監督から呆れられるよ。ワオは環境さえ良ければ、ミトはオロカバペやベリンガムにさえなり得るんだ。環境が悪いよ、環境が。田中碧はいつも森田や三笘や遠藤などを自分より上だと、はっきり認めてるし尊敬してる、そういう持ち上げて褒めてるコメントの方が圧倒的に多い。草だ。ドイツ2部とプレミアは大して差はない。お前ら寝る前に覚えとけ。プレイ見てても強みがよくわからない。昔はパス上手い印象あったけど、ビルドタイプはよほど判断と球離れよくしないと今のサッカーでは難しそう。